野村古を作る銭形平治取り物控えより青い眉青空文庫未公開作品それでは本文をどうぞ青い眉血染めの女ねえお前さんちょいっと来てくださいなついさっき 朝の支度のために起きた女房のおし図はまもなく忍び足で一っして銭形平時の枕元におののく片膝を立ててそっと夜の者の,の肩のあたりを揺すぶるのです。十一月の江戸は晴天続きで今朝も雨戸の隙間からまぶしいほどの日が美しい島目を描いて枕元に落ち始めましたが 昨夜八丁堀から遅く帰った平次は二度寝入りをした様子で容易のことでは目を覚ましそうもありません「ちょいっと大変よ起きてくださいな」おしずは平次の寝顔に自分の顔を寄せて押さえつけたような激しい声で囁くとさすがにそのただならぬ動きが通じたものか「どうした」というんだ朝っから平治は ようやく床の上に置き直ります。「この時平治は31押しも二23になっているのですがこのない若さのせいかかつて両国の水茶屋に勤めて名物物の一つに歌われた頃の美しさと可愛らしさとそして平治に委ねきったいじらしさを少しも失ってはおりません」。大変です。 お勝手口へ血だらけな女の人が立っているんですもの親分に合わせてくださいって血だらけの女さあいつ朝っぱらから妙なお客様じゃねえかそんなのはよく気が変わって逃げ出すことがあるもんだおめえ先に行って相手をしているんだ逃がしちゃならねえよはい素直に引っ返す押しずそれはよっぽどの思いだったに違いありませんその間に平次は手早く着替えを済まして 狭い奥手へ、さすがに見にくくない程度の見出し並みの姿を表します。この方がお前さんに会いたいんですって。指さすまでもありません。奥手口を少し避けて雨に持たれるように立っているのは三十前後の鮎の後の青い、いや顔色はそれよりも青いと言っていい。すごいほどの美しい女です。 長襦袢の上へ反転を引っ掛けた不思議な身なりは、取り乱したうちにも女らしいわずかのたしなみのさせた技でしょう。少し寝みれた髪に痛々しい素足、それも顎から胸へ膝へと浸した血潮に汚れて、まことに目も当てられぬ凄まじさです。おめえさんをあまりのことに平時もぎょっとしました。 その最初の言葉はさらに平次を転倒させたのです「親分さん私はとうとう殺してしまいました」でも「美しい女は旗と絶句したのです」「でも私は殺したような気はしないんですどうしましょう親分」女の口からは苦いものでも絞り出す予防にこんな言葉が出るのでした「おめえさんはうちはどこだい?平の心の中には」 憤然としたものが湧き起こりますそれは好奇心であったか憐れみであったかわかりませんがともかくもこの美しくも凄まじい女から受ける直感でそれはおかっぴき本能から来る冷酷な追求的な心持ちでないことだけは確かです女は全く抜群の器量でした少し青白い華奢立ちですが引き締まった表情のうちにも淡麗さがこぼれて

江戸の呉服太物んやとしては指折りの大家ですその茶屋新三郎の女将が非凡の美女で美前の育ちである上一度縁づいて連れ子まであるのを承知の上茶屋新三郎が迎えて後沿いにしたという噂の立ったのは3年ばかり前のことでした。 それからざっと2年今年の春になって肝心の主人新三郎はまだ約そこそこの若さで急病で亡くなりあとは美しい御家の親へが采配を取ってどうやらのれんをかけているという痛々しい努力ぶりは平時も兼ねて承知しておりましたおしずここじゃ人に見られても悪い早く中へ落としするんだ。 この珍客に足を洗わせているうちに、平次は雨戸を開けてバタバタと床を片付けます。さあ、聞きましょう。一体誰を殺してどうしたというんで、座が定まると平次は自分の心持ちを落ち着けるために一服して静かに問い進みました。と改まると女ははっと我に返ったように。 青い眉を伏せました曲線の美しい唇が痙攣して咳を切った涙がどっと真珠色の方を洗います平次は黙って女の表情の動きやその感情の巨来を見ておりますこれが本当の悲しみか芝居かそれとも病的な発作かと見極めたかったのです私は慎太郎を殺してしまいました茶屋の僧侶で 私には何が何やら少しも分かりません。今朝気が付いてみると私はせがれの心太郎の部屋の入り口に倒れておりました。そうして心太郎は床の中に血だらけになって死んでいるではございませんか。茶屋の御家親へはその時のものすごいありさまを思い出したものか怯えきった様子でお勝手口の開いているのを気にしながら。 わずかに言葉を続けるのでした覚えがねえと言うんだね私のそばには血だらけな脇差しがありましたでも私はせがれを殺したような覚えはございませんそれから窓からは薄明かりがさして部屋の中はよく見えました慎太郎は血だらけになって床から半身を出し 私ははっとして縁側に飛び出しました。でも心太郎の目が後ろから呼び戻しているようでじっとしてはおられません。平次は黙って先を促します。雨戸を一枚開けて庭へ飛び出しましたが、はっと気がつくと私は寝巻きのままで、その上胸から下はこのとおりの血です。精一杯の心持ちで、 私の部屋に引回返し斑点だけを引っ掛けてともかくもここへ飛んできました親分さん私はどうしたらいいでしょう親へは両手で必死と自分の胸を抱きしめてとめどなく流れる涙を拭こうともしませんおかみさんは夜中に寝とぼける癖でもあるのかな?」。世にに言う無有病、平時ののふとそんんな考えが浮かんだのです。いいえ そんんなことはございませんその心太郎とはまましい仲だと言ったがええ年が八つしか違いませんそれじゃあ仲がよくなかったことだろうなお互いに憎み合っておりましたあさましいことですが親子といっても敵同士のようなもので親へはやるせなく唇を噛むのですちょうどその時でしたでてえな親分早く起きてくださいお膝元に殺しがあったんだ 詩を先に立てて格子を1個弾き飛ばしながら疾風のように飛び込んできたのは平氏の片腕を持って忍ずるガラッパチの八五郎でしたなんだ相変わらず騒々しいじゃねえか少し静かにしろ三島町に殺しがありますよ親番わかってるよそこにいなさるのはその三島町のや屋新三郎の女将だえ人殺しがもう飛び込んできたんですか なんというがらっぱちの言いい草でしょううなんという口を聞くんだバカ野郎平時に叱り飛ばされると八五郎は盆の窪をかきながら敷居際に座ってこの血だらけの美女を吟味するような目でじろじろ見ております名光ののみの跡を思わせる端正な目鼻立ちや恐怖と疑惑にさいなまれて大きく張り切った黒い瞳その上へくっきりと引いた 現月型の青い眉などこの女の魅力は全く抜群というほかはありませんその上半身を染めた凄まじい血潮は優れた絵巻物から切り取った因果物語の一コマのように浮世離れがして八五郎などの経験する存分すぎるほど存分な世界から有利して見えるのですそうおっしゃるのも無理はありません 私は自分さえ人殺しをしたに違いないと思い込んでいるくらいですから。でもご神父さんは殺したような気がしないとおっしゃるんでしょ？う。背後からいたわるような声をかけたのは珍らしくも平治の尿母のおしずでした。ありがとうかみさん。そう言われると私は助かるような気がします。ともかく善人方のおやぶんさんに調べていただいて。 お仕置きを受けるにしても、腑に落ちるようにしていただきたいと思いました。精一杯の心持ちでかけてきたのは、そのためだったのでしょう。対して遠くはないにしても、三島町からここまで、血だらけな女が裸足でかけてきて、誰にも見とめられなかったのが、不思議といえば不思議です。それはともかく、現場じゃ親分の頃のを待ってやつぜ。ちげえねえこうしている場合じゃねえな。 私も一緒に参らななきゃなりませんか。親へは怯えきった目をあげるのですいずれは大人に戻らなきゃなるめえが人通りが多くなったようだからそのなるじゃ難しかろうおしずはいおめえご神父さんに着替えさせて後から三島町へ一緒に来てくれおめえの着替えが1名ぐらいは質屋の蔵に入らねえのがあるだろうまあお前さんあち行こうか大丈夫すか親分 心するなこの平治を頼ってきた人だ逃げも隠れもするわけじゃあるねじってこしに平治は立ち上がりましたこの事件の底の深さと形相の恐ろしさを直感したものか江戸開脈以来と言われた取物の名人平治もなんとなく武者震いのようなものを感じます外へ出ると初冬の薄寒い風の中に朝日がようやく 家並みを離れたばかり地染めの女が飛び込んできてからまだたばこ三服ほども時は経ってはおりません寝巻きと湯飲み 三島町の呉服問屋茶屋新三郎の店は不気味な緊張をはらんで出る小僧も入る手代も雨戸を送る下女も裾へ火でもついているような落ち着きのない様子をしておりましたは、八五郎親分二人の姿を見ると店口へ飛んで出て片足土まへ落としたのは番頭の宗兵衛でした銭形の親分を連れてきた ところで、あの部屋は手をつけねえだろうな。ご苦労様でございます。銭形親分さん。ところで、大変なことが。安藤は、こくりと片壺飲んで、口をパクパクさせるのです。聞いたよ。若主人の慎太郎さんが殺されたそうだね。い,いえ、それも大変なことに違いありませんが、気がついてみると、おかみさんが、おかみの親さんが見えなくなったと言うんだろう親分はどうしてそれを。まあいい。 電眼通度でも思っておくことだ。ところで現場を見せてもらおうか平次は女将の親へが血だらけになって自分の家へ飛び込んできたことはあまり触れたくないらしくけげんな顔をする番頭を先に立てて奥の方へ案内させました殺された若主人慎太郎の部屋というのは母屋から廊下で続いた二階屋の下の6畳で隣は何度 その奥はママ母の親への部屋で行き止まりになり二階には妹のお園の部屋と弟の徳児の部屋が並んでおりますここでございますが番頭の総兵は少し遠くの方から子供が蛇でも見つけたような格好でお呼び越しのまま恐る恐る指差しております平治は部屋の中に入る前にまず入り口の敷居から 畳の上に塗りつけたようになっている血の跡を見ております少し離れて血染めの脇差しが放り出されてあるのは女将の親へが気を失って倒れていたというちょうどその手の先あたりになるでしょう死骸は床からねじれた格好に抜け出して首の辺りを人たち深々と切られて凄まじい血潮は床の上から畳へ流れその表面 ことに橋の方は心持ち固まりかけております。恥よーく見ておいてくれ、死骸の着物が変じゃね。えか。はそうっすね。八五郎の声は思わず高くなります。よっぽど着物を座ったくせもんでも、急ぐとこんなことをするもんだ。すると、親分おめえはどう思う？平次はあべこべに八五郎に問いかけました。はあ、ガラッパチの口は恋が。 餌を求めるようにポカリと開くばかりとくばです。床の中で殺された慎太郎の寝巻きが左前に着せてあったというのはどういうことを暗示するのでしょう普段着のまま殺しておいて死骸に寝巻きを着せて床の中へ入れたんじゃありませんか八五郎は八五郎だけの知恵でしたするとその普段着にうんと血がついたわけだなへえこの普段着はどこへ行ったんだええ。 若旦那ののお召し物ならそこの意向にかけてあります若旦那はそれをお休みになるまでお召しになっておりましたが恐る恐るそばから口を出したのは番頭の宗兵衛でしたそう言われて振り返ってみると殺された若主人慎太郎の着物は誰も世話をする人がなかったものか呪盤を重ねたまま部屋の隅の遺構に無造作にかけてあるではありませんか。 品のいい袖の折り目が崩れて、襦袢の襟の薄汚れて見えるのも、大家の若主人らしくない二品目で、このうちの空気の中になんとなくしっくりしないもののあることを感じさせます。それに、寝る前に殺されて死骸を床の中に突っ込んだもんなら、こんなに寝巻きや床に血が流れるはずはねえよ。平次はもう一つ宙を入れました。 死骸の寝巻きがしだるまいになってるのはガラッパチにはその意味がわかりそうもないのでしたまだわからねえよわきざしのさやは死骸の下敷きになってるぜ平治は死骸を動かして老ウ塗りのさやを引き出します死骸の顔色が大変おどやかじゃありませんかおめえもそれに気がついたのかどちらかといえば美男型の新太郎の死骸は 仏作ってこの上もなく穏やかに見えたのです眠ってるところをやられたんですね血がうんと出たせいもあるだろう栄治と八五郎はなおも念のために部屋中を見回し押し入れから袋戸棚まで開けさせましたが少しの乱雑さも破綻もなく番頭の宗兵衛も何の異常もないことを繰り返して証言します「この脇差しは誰の品だ?」。 先代お子旦那のご自慢の脇差しで隣の何度のタンスの中にあることは店中で知らないものはございませんタンスの城前は城は下ろしたことがございませんへえここはこれだけにして隣の部屋を見せてもらおうかへえここおいでくださいまし平次はそこで何を発見するでしょう妙に謎の多い事件です 今朝若主人の茂を見つけた治は,は先に立ってゆく番頭の小さいごま塩曲げを見ながら問いかけました「お嬢さんでございましたこの2階に休んでおります」番頭は振り返って言葉の一言一言を吟味するような用心深い調子で答えました「まだ五十をいくつも越していないでしょうが」 生涯を長羽格子の中に座り通してろくに日の目も見ずに過ごしたせいか日陰に生えた一間のような感じのする男ですもっともこんなのが思いのほか強靭な魂と恐ろしく明晰な打算と思っていることは長い間の経験で平時もよく心得てはおりますお上さんのいねえことに気のついたのはそれは私でございました 朝早いお嬢様が2階から降りてきていつものようにお兄様の若主人に声をかけようとするとこのありだったそうで思わず悲鳴を上げたので店からみんな駆けつけましたええ雨戸は1枚開いておりましたので部屋の中はよく見えましたで私は何よりおかさんに申し上げようと部屋の前まで参って声をかけましたが 中は空っぽでどこを探しても見えませんそれから部屋の中へへ入ってかき回すようなことはしなかったろうなとんでもない親分さん今朝開いていたという雨戸はどのあたりだこの何度の前でございました番頭の総兵衛の指さすあたり雨落ちから中庭のジメジメした土を平次はためつすかしつ眺めておりましたがやがて縁側の板敷きをなめるように おかみの親への部屋までたどります八縁側に薄い足跡があるようだがおめのいい目で見つくれありますよ小さい足跡ですね子供のようなおかみさんが一度外へ出て斑点を取るに戻ったということに嘘はねえようだところで平次は一歩親への部屋の中に入りました 中は少しなまめくとこが敷きっぱなしのまま取り乱した後もなく有明のあんどんの油がつきたまま消えて枕元に置いた盆の上に銅の水差しが一つポツンと置いてあるのが目につきます。はじその床の辺り読みつくれ湯のみがあるはずだが。平次は押し入れから床の間の辺りを見ながら八五郎に声をかけました。 盆の上には水差しだけですよ。すると、あの女将が水差しの口から水を飲んでいたことになるが、もっとも盆の上には湯飲みを置いた跡がありますがね。八五郎はお盆を取り上げて透かしております。親分さん、お宅からお使いの方が見えましたが。手代の島吉というのが少し慌てた調子で取り継ぎました。誰だろう行ってみつくる八。へい。 八五郎はうさんな顔を店へ持って行きましたがホックストロットを踊るような調子で戻ってきました「えな親分」なんだい相変わらず騒々しいじゃねえかじってを腰に挟んでるくせになんという慌てた野郎だろうあいつは騒がずにおられませんやしず姉さんに預けてきた肝心の女将さんが逃げ出したそうっすよ何平一もこれには驚きました八五郎の話を半分聞いて店口に飛び出すと そこには女房のおし図が普段着に水下駄を突っかけたままさすがに緊張と不安に青くなって立っているではありませんかどうしたと言うんだ俺ほど頼んでおいたのに平治の顔は少し険しくなりますすみません少しの油断でした汚れた根巻を脱がせてあげて私の合わせと着替えさせて井戸場代行って血を払ってあげている間におし図はおろおろ泣き出しそうにしているのでした しょうがねえやつだあ誰が見張っていても逃げ出そうと思えや逃げ出すだろうおめえはとにかくうちに頑張っているがいいそんなことはあるねえと思うが思い直してゆっくり帰ってこねえものでもあるねえはいこう言われるとおしずはほっと安心した様子で訴えるような眼差しで夫を見上げましたがそのまま黙って小腰をかがめて帰っていくのでした親分どうしたもんでしょう、うん 後ろからは八五郎おしずのことというと親分の平次より苦労症になります番頭さんおかみさんの里はどこだい平次はそれには取り合わずに後ろの番頭に声をかけました「へえおかみさんが見えなくなったそうだ女が困った時行くのは生みの母親のうちのほかにはねえ」「困っともですがおかみさんは親御さんも実家もございません」 番頭は言いいりななような顔を上げます先代の主人茶屋新三郎が肥料好みで後添いにした親へは親も実家もないほど数奇を極めた身の上だったのです「死刑親類とか仲のいい奉売とかがあるだろうそんな方もなかったようでございます番頭の答えはそっけもありません」「味下っ引きを手一杯に借り出して両国から大川筋上下を見張らせろ」 平地の想像は飛躍しますわたつみのおこん親分さん 女将さんは見でも投げるつもりでしょうか？八五郎の飛んで行くのを見送って、番頭の総兵衛は恐る恐る平治の顔を覗くのです。それは分からね。えが物は用心だ。いずれにしても上がる。うちは大丈夫だろうへ。大変なことでございますな。なお、山本さん、<laughs> この店いっぱいに覆いかぶさる災難に怯えて、総兵衛はすっかり震え上がっている様子です。 誰も外へ出しならねえお役人方の見えるねえに俺は一通り外回りを見てくるがええ平次は番頭の宗兵衛に一応の見張りを頼んで裏口から外へ出てみました今朝親へが抜け出した裸足の跡は生じめりのひさしの下に2つ3つ残っておりますがあとは踏み荒らした庭にも特に目につく足跡はなく くせものが外から入った証拠などは一つも残ってはいません裏木戸を出ると富山町二丁目でこの辺りは路地から路地が縦横に絡み合い小秋内の店と下田屋が入り乱れて一種独特な江戸の下町情緒を醸し出しておりますもし親分さんふと平次は足を止めました自分を 呼び止めたららししいい可愛らしい声、少し水っぽい涙声の主を見回したのです銭形の親分さんお願いがございますが隣のうちの三尺の木戸の陰から身を忍ばせるようにするりと滑り出したのは声の印象とはおよそ似ても似つかぬ二十四五の美しい年まではありませんか。俺<子>平時は、 淡々とししたた。態度でそれを迎えました懐のじってを意識させるような少しでもぎくしゃくした態度があったり不必要になれなれしい様子を見せるとこんな鳥は得て飛び出す恐れがあるのです銭形の親分さんさっきからお目にかかりたいと思って気をもんでおりましたおめえは <laughs> 豊満で血色の良い女子供っぽい声を出す美しい女 そしてひどく肉感的で男好きのする女は、平治のこういう名簿にはない人種です。私はこのうちのものでございますが、渡辺の師匠の根と申します。はあ、おめえがお根か。平治は旗と思い当たりました。渡辺のおそれは神田中で知らないもののない大変な女です。渡辺というのは、

おこんは人懐かしそうににっこりしました。豊かな方にえくぼがよどんで、ちらりと刃の見える横顔は素晴らしい魅力です。五方の裏をくぐっていかがわしい商売をする綿たつみの師匠風情が、銭型平時を友達扱いにするのは無法ですが、二十三夜市で五六人の女を養い神田名物の綿たつみのおこんで通るくらいな女ですから、 この女の少年の太さはその抜群の器量とともに平次もよく噂で聞いております。何か用事があるのか。平次は少しぶっきらぼうにでもさりげない調子で聞きました。ええ、茶屋の若旦那殺しの下死人を教えてあげようと思って。何<に>？この女の無造作な調子に平次も少し毒気を抜かれた形です。 あんな結構な若旦那を殺してぬけぬけとした顔をしているんですもの私はもう腹が立って腹が立ってお紺は遅れ毛をプツリとかみ切って身もだえなどして見せるのです体の動く度ごとに福育として意向を発散しそうでこの女は全くやりきれない存在ですが人によってはこんなのがたまらない魅力とも受け取れるのでしょう誰だよそりゃ 私の口から言わなくったってよくご存知じゃありませんかこんなことが実手の神様と言われる銭形の親分さんにわからないはずはないんですものそれがわからねえんだよ一体誰が若旦那の慎太郎を殺したんだ若旦那を恨んでる人それは誰だおかみさんの連れ子の幸吉を若旦那の慎太郎さんが殺したと思われているんですちれったいのねおんは 謎のようなことを言っていきなり身を翻すと自分のうちの開けた格子戸の中へひらりと飛び込んでしまったのですこの女は何か知っているのかそれとも知っているような思わせぶりな顔をするのか用意には見当もつきませんがともかく小腹を立てながらも銭形平次は女の後を追って好ましからぬ家の中へ踏み込むほかはありません。 中には美しい娘が4 5人、塗りよけを膝の前に置いてせっせと綿を伸ばしておりますが川柳の渡みは「店へ娘の子を飾り」といった具合で一向仕事に身のいる様子もなく飛び込んだ平次を見ると「いらっしゃい」小さな声でそう言って怪しい目配せを交わします渡みは身の虫ほどの音をさせ 千竜氏はこの情景を巧みに捉えておりますわあ,あいいじゃありませんかこんな時でもなきゃ銭形の親分さんなんか私のうちへ来てくださりそうもないんですものおこんはそう言いながら店の隣の六畳に平次を誘い込んでどこにたしなみの一本を落としたりするのでした鈴木春信の描いたお座敷八景の渡積みはきれいで 清らかでさえありますが、実際のワタツミは所詮青大将の匂いのする獅子、お靴で友禅模様のバカバカしく、派手な座布団に座るのが平時にとってはたまらない不気味さです。連れ子の幸吉を殺したというのはどういうことだ？まあ、お知らせのようね。そんなにおっしゃらなくたってみんな申し上げますよ。どうせ首の座に治ったんだから。でも。 こうして銭形の親分さんと差し向かいで一杯という図を何年ゆえに見ていたことでしょう三年前両国の水茶屋でおしずさんと人気を争った私のことを親分はもうお忘れでしょうね何をつまらねえ平次は少し面倒くさくなりましたそういえばなるほど女房のおしずがまだ両国の水茶屋にいる頃軒を並べた茶店の一軒を並べた茶店の一軒に こんな女がいたような記憶もありますが、それが一体この事件と何の関係があるのでしょう。そうね、昔のおかぼれにあって、愚痴を言うほどの馬鹿なことはない、とは知っていても、銭形の親分さんの顔を見ると、ついおじさんが憎くなって、いい加減にしねえか、俺はもう蹴るよ。平次は立ち上がりました。この女は相手にした愚かさがつくづく、 イマイマしくなった様子ですあれこれから大事な話ありませんか今年の神田祭りの読み宮に茶屋の御家親井さんの連れ子幸吉がそろいの小赤蓮の反転を着て花笠をしょったまま明神様の裏の崖から転げ落ちて頭を打って死んでいたことを親分さんはご存知でしょうね。それは知っているがそれがどうしたというんだ吉はたったっ 知恵の遅い子で外へはめったに出さなかったのを若旦那の慎太郎さんが無理に誘ってお参りに行ったと思われているんです6つの子人見知りをする子が真っ暗な明神様の裏へ一人で行って石垣を越えて崖の下へ真っ逆さまに落ちるでしょうかその上連れて行った若旦那は昼からの足しご酒で足元も怪しいほど酔っていたんですお紺は一体何を言おうとしているのでしょう その毒を含んだ舌は滑らかに動いて誰やらの姿をクローズアップしていくのです幸吉が死んだからというものはおかみさんはママ子の若旦那を憎み続けていましたでもあんなに利口な人ですから顔色やそぶりになんか打者し,しません心の中で爪を磨いていつかは檻があったらと狙っていたのですおんはとうとう本音を吐いたのですこの滑らかな舌は アルコールに燃えて巧みに親へを告発していくのを平次は無表情に聞いておりましたおめえは人の心の中までも見通したというのかえ顔色にもそぶりにも表さねえおかみさんの心をおめえはどうして悟ったんだ平治の反問は皮肉で激烈ですそりゃもうはっけか若旦那に聞いたんですよあの人が始終 私は付け狙われている随分用心はしているけれどどんな油断でいつやられるかもしれない万一私が死ぬようなことがあったらこのいきさつを銭形の親分に申し上げてくれって口癖のように言っていましたするとおめえと若旦那はどんな仲だったそれはもう親分さんお紺は精一杯の媚びを含んだポーズを作るのですおめえと若旦那との仲は近頃のことか いいえ3年も前から私が両国にいる頃からのごひいきですよ茶屋の裏口と向かい合わせのこの家を貸してくだすったのも若旦那の計らいだったんです茶屋の若旦那慎太郎はおんをここに呼び寄せて綿摘みの店を持たせたのでしょうそれでおめえは薬器となって若旦那殺しの下手人をあげさせようというのかまあ言ってみればそんなものかもしれません それなら最初からそう言えばいいじゃねえか俺の古女房などを引き合いに出すまでもあるめえおこんお根がまだ何か言いそうにするのを平次は軽く抑えました、うん、だがありがとうよおかげでいろいろなことが分かったよお礼を言うぜ平次にあっさり決めつけられておんはさすがに照れくさい顔をするのでしたどんなことでも色っぽく持ちかけさえすれば 男は手もなく自分の言うことを聞いてくれるものと思い込んでいるある種の女たちの癖をおんは分けても強く持っているのでしょうところでついでにもう一つ聞いておこうおめえは若旦那の慎太郎と親しくしていたなら茶屋の内輪のことはかなりよく知っているだろうそれはもう親分さんどんなことでもようやく間の悪さを救われたようにおんは膝を乗り出しました あのうちで若旦那と一番仲のよかったのは誰だそれは手代の島吉さんでしょうよ一緒になって遊び回った仲間ですから平時の問いは平凡でしたがお紺の答えもそれに劣らず平凡でしたもう一人手代がいるはずじゃねえか伊佐知さんでしょうあれは変人ですよあの若さで浮気一つしない牧年人ですもの道楽しねえのが変人か おめところで番頭は宗兵衛さんは初体持ちで通いですが月の半分は店に泊まるようですあんな難しい顔をしているくせにとんだわけ知りでうちも二つくらい持っているそうですよ達者な親父だなそれから若旦那の慎太郎には弟や妹があったはずじゃねえか弟の徳次さんは重視。まだ子供ですよ 妹のお園さんは18でそれは可愛らしい娘ですがこの人ばかりはつむじまがりで後ち沿いのおかみさんと仲がいいようです。ママ母と仲のいいのがつむじまがりかお前の言うことはいちいち気になるぜ。 歪められた生活をしているものの道徳はさすがの平次にもあしらいかねるものがありますでも兄さんの慎太郎さんがあんなに仲が悪かったんですもの妹のくせにママ母の機嫌を取る方はないでしょうおめえと言い合っても仕方があるねところで島吉や久次はこのうちへ来ることがあるのか 島吉さんはちょいちょい若旦那と一緒に来ましたが久知さんは角口を通ってもひょいっと顔を背けますよそれもおめえから見ればつむじ曲がりだろうあらもうお帰り親分さんまだいいじゃありませんかまた春長にでも来るとしようか平次はタバコ入れの中から粉タバコにまみれた小粒を一つ取り出すと花紙にひねってそっと座布団の下に入れました、はあ そんんんななことゃゃ困るじゃありませんか親分さんいいってことよまた何か聞き出しに来るかもしれねえ渡墨の師匠のところに潜り込んでただの酒を飲んだと思われることが平次にとってはたまらない屈辱だったのですそこを出て元の茶屋の裏口から庭の方へ入っていくと「親分どこ行ってなすったんです?」。 苔がかくれんぼうでもしているようにそのあたり中をうろうろしているのは八五郎の慌てた姿でしたどうしたハチおかみさんを見つけてきましたよそりゃよかった平次は妙にほっとした心持ちになります茶屋の人々危ねえところでしたよ夢でも見ているような足取りでふらふらっと両ば橋へかかったのを下っ引きがめっけで連れてきましたがね そ危なかった放っておきゃ昼だって飛び込まねえとは限るめえでもよく見つかったねその頃の両国橋のにぎわいは今考えるようなものでなかったことはいろいろの文献や名所へが説明しておりますあの器量ですもの一目で分かりますよところでどこにいるんだひどく疲れているようだからそっと寝かしてありますよ見張りはお園とかいう小さいお嬢さんに頼んで あののの隣の部屋だなへえこれから一通りうちの門に会ってみようと思うがおめえは近所の噂を念入りに聞いてまわってくれねえか。下女のお梅がおしゃべりらしいし平は節だらけだしお隣の物干しからはうち見通しだしご近所の衆が思いのほか妙なことを知ってるかもしれませんね。八五郎の飲み込み側に出て行くのを見送って平次は茶屋の店に入って行きました。 そこにいたのは番頭の宗兵衛と手代の島吉の2人それに近所の衆や親類らしいのが45人若主人の弔いの支度らしくすだれを下げて薄暗く閉めた店に首を集めてひそひそと何やら打ち合わせておりますご苦労さまで番頭の宗兵衛が平次の顔を見て黙礼すると客たちは互いに顔を見合わせながら 明々に用事をこしらえて一人たち二人たち藤兵衛と島吉を残して奥へ引っ込んでしまいました「店の門はこれだけかいえもう一人おりますが久地ど殿は蔵へ道具を出しに行っております」答えたのは島吉の方でした二十四五の明るい感じのニコニコした男でちょいっといい男ぶりでもあり若主人慎太郎の 遊び友達にはうっってつけだったでしょう番頭さんは雲んべうちへ帰らなかったのかへ大きな荷が動きましたのでその後始末で遅くなっていつものようにここに泊まりましたヘチマのような番頭は恐縮したようにどんなことでも下手に出て誤りさえすれば済むといった調子にこんな問答にまで二つ三つ続けざまにお辞儀をするのでしたどこに休むんだ 店の二階でございます。一番奥が私で、はしごのすぐ上は島吉丼と久寺丼で、二人は同じ部屋に寝ているんだな。え<っ>、これが本当なら、番頭の総兵衛と二人の手代は完全なアリバイを持っていることになります。店の次の間から、お勝手かけては、おいおい。集まった近所の衆の手伝いや、近い親類方で。一杯 ここでは平ももも何にりり出せせそうもありません下女のお梅は三十四五の達者そうな女で八五郎が言ったようにそれは相当金棒引きらしく見えますが大勢の中でさすがに口をつぐんで何にも言わずそこから廊下続きの離れに行くと若主人の死骸はまだ剣死前でさっきのまま 親類の年寄りらしいのが23人湿めっぽく甲などをひねっておもりをしております南道を隔てて隣の部屋は戦国両国から連れ戻されたという5歳の親への部屋で平次が声をかけて入ると「あっ銭形の親分さん」「苔の親へは慌てて床の上に置き直って」 居住まいなどをすすのでさすがにおずから借りてきた合わせは丁寧に畳んで部屋の隅に置き自分は濃いオナンド色の合わせに着替えて細帯を巻いておりますが貧血して青白くなっている顔との対照が微妙でそれが浮世離れのした神秘的なものに見えるのですそのまんま横になってる方がいいだろう <laughs> ところでどうだい気分は平時の調子には。 無造作なうちにしみじみとしたものがありましたありがとうございますおかげさまで落ち着きました本当に人騒がせなことをしてすみません深々とうなだれるとばらりと散る瓶の毛がほの白い方に乱れて首筋の陰影の細やかさなど痛々しいものさえあります何んだって両国など言ったんだ何の気もありませんでした私は 生きていいるののが辛かったのでございますそんな軽はずみなことをすると世間の下おめえさんを本当のママ子殺しにしてしまうかもしれねえぜ冗談じゃねえこれは栄二はふと首をめぐらしました後ろの方につつましく座った娘にさっきから気がついていたのですおそのでございますああ死んだ若主人の妹さんか せいぜいぜ十七か八まだ子供らしさの抜けきらない娘で美人というにしては少し道具が不揃いですが邪念がなさそうで可愛らしくて一種不思議に魅力的な娘でしたおっかさんの解放かそらいいごったおっかさんは気が立っているから誰も見張っているものがねえと心配だよもう大丈夫でございます親分さん。平時につけつけけと言われて 親へはさすがに恥じいる風情でした。美しいママ母とママ子この2人の間には理屈も事情も超えて一種の親しさが通っているのを平次は見逃さなかったのです廊下からお勝手の方へ戻ると土蔵の入り口からかさばった全箱を肩に乗せて三重絡みの色の黒い丈夫そうな男が出てきました「おめえは久次か?え」。 荷物をお買っての板の間に下ろすと、男は少し不愛想に落ちぎぼします。今まで何をしていたんだ。道具類を揃えておりました。これから運ばなきゃなりません。今晩はおつやでしょうから。日差しの表情には妙に反抗的なものさえあるのです。おめえは何か気のついていることがあるんじゃねえか。四兵のことで。いえ、私は何にも存じませんが。 店中で若旦那と仲の悪かったのは誰だ平治の問いは突っ込んだものでした。私でございましたよ。それはどういうわけだ私が時々意見をするのが気に入らなかったようで近いうちに暇をやるからその用意をしろと言っておりました。少しも恐るる色もなくぬけぬけとこんなことを言う男の顔を平次は面白そうに見ておりました。この男は、 日本一の正直者でなければ、日本一の悪賢い人間でしょう。自分に不利益なことは、自分の口から言ってしまうのが一番都合がいいわけです。ユン店の門で外へ出たのはねえか。誰も出なかったようです。おめえと島吉は二系の同じ部屋に寝るんだな。え、どっちが寝坊だ。よく眠るのは島吉丼の方で、 床へ入るとすぐいびきですでもゆんべは私もよく眠りました今朝まで何にも知りません寝るとき何か飲まなかったのか水を飲みましたでも毎晩のことで久地に聞くことはそれで尽きたようですがおしまいに一つ若主人が死にゃこのうちの跡取りはどうなるんだ弟の徳次さんが後を継ぐことになるでしょうよまだ重視ですけれども その独自はどこにいる私と一緒に土蔵の中へ行って遊んでいましたが、呼んでくれ。へ面<っ>めんどくさそうに土蔵の方へ行く久次。その後から。久次殿、道具を運ぶなら少し手伝おうか。店の方から出てきたのは愛嬌者の島吉でした。ありがとう。久次は振り返っても見ません。運ばし子の謎。親分。 少年をしと丸してきましたよ裏口から庭へのそりと入ってきたのは八五郎のカラッパチでしたおいそう早かったじゃねえか平治はそれを迎えて庭下駄を突っかけます人の耳のない場所で八五郎の報告を聞きたかったのですその代わりあんまり変わったことはありませんよ早耳と顎取りはこの男の天秤で どんな気難しい人間でも口の固いやつでもがらっぱちのとぼけたカボと調子っぱズれの無駄を聞いているとつい隠したことまで言いたくなるのでした心持ち下がった目尻や安物の桑のような難外顎や木に竹を継いだような途方もない話ぶりや小粋なつもりの実は少々半端な身なりなどを見ると 腰にじっては刺していても相手に警戒心などを起こさせる柄ではありません。どんなことを聞き込んできたんだゴ家の親へは珍しく評判のいい女ですね。赤くって綺麗なな後沿いはどんなに心がけがよくったってご近所の衆から悪口を言われるに決まったもんですが。金離れのいい姓じゃねえかそれもあるでしょうが。 まましい仲の子、ことにおそのを親身の娘のように大事にするそうですよ。それから、番頭の聡兵衛はめちゃめちゃで、ケチで横着で、口やかましくって白状で、念入りだな。手代の久地も評判は悪い方ですよ。朝から晩まで不機嫌な顔をして、一体何が面白くって生きているだろうと。これは仮のある奴の言い草かもしれませんがね。下吉は あれは人気者ですよ。働き者でお世辞がいいから、亡くなった主人にも気に入られていたそうで、いずれは娘のお園と一緒にして、のれんを分けてやるという話もあったそうです。徳寺とお園と下女のお梅は徳寺もお園も人柄は悪くねえようですが、何と言ってもまだ子供ですから、噂の種もありません。 女のお梅はしっかり者らしいが少し金棒を敷くようで近所の評判が良くなると主人にはだんだん嫌がられる太ちの女でしょう八五郎もなかなかうったことを言います殺された和子主人の慎太郎は仏様の悪口を言っちゃすまねえが近所の噂は散々ですね遠慮も親釈もありません豊満でケチなくせに女道楽がひどくて それも大棚の若主人らしくねボロッカイでまたツの師匠まで囲っているそうっすね。囲われていたのは富山町のお込んだよ。へえ、あの尻尾に股の刺した女ですかえママ母と慎太郎との仲は悪かったそうだな。いいはずはあれやしません。もっとも母親と言っても年は6つしか違いませんがね。 五郎は下り顔に片付けます女将の連れ子の幸吉というのが神田明神様の宵宮見屋の晩に社の裏手の崖に落ちて頭を砕いて死んだのが尼母の親へと若主人の慎太郎のもつれのもととなったというじゃねえか平次は物置の前の材木に腰を下ろして煙草入れを抜きましたそれですよ普段からかってばかりいるんで 高吉は異母系の慎太郎を嫌がっていたそうですがその晩なんか買ってやるからと騙したりすかしたりして連れ出し自分は境内の茶店で飲んでいるうちに高吉は勝手に抜け出して崖から真っ逆さまに落ちて死んだということになっていますが変なことでもあったのか勝手に抜け出したという高吉が履物を履いていなかったし頭の傷というのは 崖下の石で撃ったんで逆さまに崖の上から投げ出しでもしなきゃそんな傷がつくわけはありません崖を転げ落ちたにしちゃ幸吉の着ていたそろいの斑点に泥がついちゃいなかったんですそういやあん時の御犬種におめえが立ち会ったはずだななんだってその時気がついて言い立てなかったんだ夏祭りのある夜平時は所用あって留守で 長役人と見回り同心と剣士に八五郎が実手一丁の主人として立ち会っているのでしたこちたらの知恵はみんな後から出てきますよそれにあの時は若旦那の慎太郎はすっかり酔っ払っていて何を聞いてもまともな返事ができねえほど虎になっていたんですその時刻は五つ半少し前だったでしょうか慎太郎と幸吉が三島町の家を出たのは四半時ぐらい前だったそうです たった範の時でそんなに酔えるもんかな。大して昔のことじゃねえ。その晩三島町を出る時慎新太郎は酔っていたかどうか。明神様の茶店でどんな酒をどれほど飲んだか、今でなくってもいい。俺があったら誰かに聞かせておいてくれ。えすると幸吉の死んだのは新太郎のせいだとでも思われているのか賢者の衆はみんなそう言いますよ。嫌がる幸吉を連れ出して、 崖から逆さまに放り出し照れ隠しに酒を飲んで酔ったふりをしていたに違いねえってで近所の衆も慎太郎を殺したのは尼母,母の親にそういねえとでも言うのかとんでもねえあの女将はとんだ人気者で褒める人こそあれ悪口を言うもんなんかありゃしません若旦那の慎太郎の死んだのは天童様の罰だろうということで天童様が脇差しで人を刺すかいそういやその通りで こっちへ来ててるる。ががいい。おめえに見せてるもんがある平次はタバコ入れをしまい込むと八五郎の先に立ってまた店の方へ引っ返しました「どこだ八このはしごを音を立てねえように登りよりができるか?」。平次は次の薄暗い六畳に立ってそこから店2階に通ずる唯一のはしごを顎で刺しましたそれは時代のすすで 真っ黒に染め上げられた箱ばしで一方は壁に密着し一方は戸棚と引き出しになっておりますが何分立て付けが緩んでいるので八五郎がちょいっと足をかけただけでも引き出しと戸がきしみ合って向こう三軒両隣まで聞こえるような大きな音を立てるのです「かいつはいけやせんや音を立てずには猫の子だって登れやしません帯を敷いて踏んでみな」。 そんな手もあるという話だがへへへ忍ぶ小意地ときましたね八五郎は二階から誰のともわからぬしごきを一本持ってきて足ごの段の上へ垂らしその上を踏んでみましたが恐ろしい音を立てるのは少しも変わりません忍ぶ小意地なもんか間の抜けた泥棒そっくりだよあれ親分も人が悪いぜしごきじゃだめだよ もっと大きいもん女の帯でも借りてきてやってみるがいい橋で踏むと分かっちゃう貸しちゃうくれませんよ聞かれたらあの子に買ってやる見本だとでもいいかなわねえな八五郎はそう言いながらも下女のお梅を口説いて手頃な帯を一本借りてきましたそれをはしごの上に流して恐る恐る踏んでみましたがやはりいけません相変わらず箱橋しごは人間の体重が加わると 恐ろしい音を立てるのですもういいよハチ三人もいる二階から一人だけそっと抜け出せる工夫がねえと分かればそれでいいんだ平次はしごきを元の二階へ女帯を下女のお墓に返させましたすると下死人はやっぱりガラッパチの声は妙に物々しくなりますあの血だらけになって 平治の家へ駆け込んだ美しい豊島がどう間違っても人などを殺しそうには見えなかったのです慌てるなよ八。下には女将のかに下女のお梅もいたはずだし妹のお園も弟の徳次もいたわけだそれに天戸はどんなによく閉めたつもりでも手落ちというもんがある外から下死人が入ってこねえもんでもあるね例えば渡墨のおんといったような女がそれだ親分 あの女ですよこんんああまりありまにちげりせんあれなら人ぐらい殺せますよ若旦那の慎太郎に愛想づかしかなんか言われてカッとして謝るな八そう酒をくぐっちゃいけねえおやお園がどっかへ出て行ったのかな外から帰ってきたようだ聞いてみよう平次は離れへ行こうとするお園を後ろから呼び止めましたお嬢さんちょいっとあの私 お園は立ち止まりました振り返った無邪気な死体や媚びを知らない清らかな顔などこの娘は目鼻立ちの平凡さを超越して不思議な魅力を持っておりますどこへ行っていなすったあのおっ母さんに頼まれて家事長の着薬山でお薬を買いに行ってまいりましたお薬ねえ大変頭痛がするんですって下女の大梅をやればいいのにでも あのの人は時々変なものを買ってくるんです頭痛の薬と赤切れの薬と間違ったりなんかしてお園は気軽に笑いかけましたが場所柄に気がついたものか慌ててその笑顔をかき消しました笑うとえくぼが渦を巻いてこの娘をめっぽうかわいらしく見せますおっ母さん一人でおいちゃいけねえがでもほんの四半時ほどだったんですそれがどんな恐ろしい結果になるか もとよりこのエクボの主にわかるはずもなかったのでしょう変なことを聞くようだがお嬢さんは島吉が好きですかい一緒にしてのれんを分けてやるという話があったそうだがでも私お園はそっぽを向いてしまいました十八と言ってもまだ初う々いういしい娘にこんなことを聞く平次の方が無理だったでしょう八五郎はすっかり気をもんで笑顔で合図をしたり咳払いをしたり たまりかねて平時のたもとを引っ張ったりしておりますお嬢さんはお母さんと仲がいいんだね <laughs> お園は晴れ晴れとした声で振り返ります美しいママ母に対してこの娘は満心的な愛着と信頼を感じているでしょう亡くなった兄さんとは別にお園は躊躇しました豪辣な兄の生活が娘心の素直さに どんなに忌まわしいものに映っていたか口に出してはっきり言えないだけにその反応は覆うべくもありませんその兄さんとおっさんは仲が悪かったんだねお園は黙って目を伏せますどっちが悪かったんだねそれはもうお園は言いかけて口をつぐみましたどちらを悪く言ってもすまないと思ったのでしょう親分さん困ったことがありますが。 不意に手台のひさじはお買ってから顔を出しました。第二の死どうしたんだ？平次は振り返りました。不思議な予感が少し苛立っております。坊っちゃんが見えません。独自が見えねえというのか、さっきまで蔵の中で遊んでおりましたが、ひさじは世にも腑に落ちない顔をしているのです。それからどうした？ 親分さんに呼んでこいと言われてすぐ蔵の中に引っ返しましたがどこを探しても見えません土蔵の中をよく見たんだなへえ島吉丼に手伝ってもらって2人で念入りに探しましたがタンスや長持ちの中などもへえ鍵のかかってないのはみんな見ましたがどこにもいらっしゃいません土蔵の外は近いところは一応見ましたがともかく親分さんのお耳に入れようと思いまして 強情者らしい久路がひどく恐れ入っているのは特事の見えなくなったことに責任らしいものを感じたためでしょう「梶おめえも一緒に行って探してみるがいい親分は俺も後から行く」平次は心せく様子でしたが何を考えたか八五郎と久路の出て行くのを見送ってお園と2人足早に離れに入っていきました慎太郎の死体を置いた部屋は 相変わらず親類の老人たちが二三人じめやかにおもりをしている様子。そこを縁側から見て何度の前を通ると次は親への部屋。お園を後ろに従えて平次はそっと障子を開けました。あ、どうなった？窓の方を向いて寝ていた親へは寝返りを打ってバッチリ目を開きます。どうすス気分はお神さん。平次は。 さりげなない静かな調子でしたつい寝込んでしまいました怖い夢なんか見てでも少しでも眠ったせいかすっかり頭痛も治ったようです青い顔よく寝込んで貧血した額にくっきり目立つ青い眉の魅力はこの若いゴケを祭壇に横たえた生贄にえのように清らかにそして悩ましく見せるのでした。 お母さんお薬を買ってきましたがお園は平治の後ろからつつましく顔を出しますありがとうせっかくだけどお薬にも及ばないかもしれないそうよかったわねお園は若いママ母の床のそばへいざり寄ってそっとその貧血した額に手を当てるのでした平治はそっと親への部屋を滑り出して 元の勝手口へ帰りました親分や,やっぱり見つかれてんよ。ガラッパチの八五郎はその姿を見つけて庭から声をかけます。裏表の出入り口は見張ってるだろうな。二人ずつ見張らせてありますよ。外へ出るわけありません。外へ出なきゃうちん中だ。土蔵の中でなく庭の中でねえとすると「親分」。八五郎もさすがにぞっとしました。 妙な予感に怯えたのです縁の下や物置なども覗いてみたんだなネズミ一匹隠れじゃいませんよ井戸の中はそれも見ましたこの辺の井戸は浅いからどこの小じゃ利まで読めますよそれじゃあうちん中だ店や居間には近所の囲や親類方が大勢いるから見るまでもあるねするとおい八平次はいきなり厳すを返すと慎太郎の死体を置いてある部屋と おかみの親へが休んでいる部屋との間まだ覗いても見なかった何度の戸を引き開けました中はヤグト棚が2軒とその前に長持ちが2つあとはガラクタの山で見たところ何の変化もありません親分ここにもいませんね八五郎は物珍しそうに見回しておりますここにいなきゃありがてえが恥。その長持ちの蓋を開けてみろ 平時に指図されると八五郎何の躊躇もなく、手近の一つの蓋を開けました。中には布団ばかりですよ。次のは窓寄りの長持ち、八五郎は蓋を開けましたが、ほ<っ>紐をつぶしたのも無理はありません。中には新太郎、お園の弟で、今はこの茶屋の大神代のただ一人の後取り、十四歳になる徳次が、 首に荒縄を巻かれて布団の間に埋まっているではありませんかまだ生きけれるかもしれねえあち手伝えこれから大急ぎで医者だ平次は大急ぎで長持ちの中から篤治を抱き上げ焚き火で温めたり焼酎で拭いたり手足をさすったり手の及ぶ限りの解放をしてみましたが息を吹き返す様子もなかったのですかえそうに手袋っすね親分。おや こんな子供を殺すやつは勘弁ならねえ死のくれるまでにあげようぜ八平次は思わず義憤を漏らしましたが振り返ると自分を巡ったおびただしい顔の間にくっきりと青い眉を発見して何かしら異常な興奮を感じるのでしたおみの親へもあまりの騒ぎに隣の部屋から起き出してきたのでしょう八 家の門をしばらくの間一人も外へ出しちゃならねえ見張りの門にそういつくれそれから外から来る門もうちん中へ入れねえようにするこったドムれ客は気の毒だが昼過ぎに出直してもらうがいいへっ飛んでゆく八五郎と入れ違いに町内の医者が駆けつけてきましたが冷たくなりかけた徳次にもはや息吹き返させる術はありませんこの四半時の間 みんな何をしていたかそれを聞きてまず番頭さんは「足は店におりましたお客様の応対でへっどこにも行かなかったんだな」「雇用くらいには立ちましたがその間島吉丼が代わってくれましたので店は開けないようにいたしました番頭の宗兵衛はもみ出をしながら難しい商談でもするような調子でした島吉は ひさじどんに手伝って二三度土蔵から道具を運びましたが後とは大抵店に座っておりましたこれは気も心も軽そうで持ち前の微笑をさえ浮かべております久次は土蔵から道具を出して後片付けをしておりましたそれが済んで帰ったところを親御さんに声をかけられて坊ちゃんを呼びに戻りましたがこれはすっかり義務に捕らえられて その重圧を払いのけでもする予防に油汗の浮いた額を手の甲で横撫でにしております。坊ちゃんはずっとおめえのそばにいたんだな一緒に土蔵へ入ってきて遊んでいなすったことは確かでございますがそのうちにいつからともなく見えなくなりました。私は多分遊びに飽きて母屋へお帰りになったこととばかり思っておりました。茂は 冷たくなりかけているところを見るとよっぽど前から見えなくなったはずじゃねえかそれを知らずにいたというのかそうだったかもしれませんが久地の答えはしどろもどろですお嬢さんが薬を買いに行ったのは親分さん方が庭へ降りて間もなくでございました市販時いえもっと前だったかもわかりませんお園はかわいらしく首を傾けるのですその時隣の部屋で 仏様ののをしていたのは人類のお年寄りが23人いらっしゃいましたそれから誰か若い男の人が1人いたようですそれは私でございます横から口ぼ出したのは手代の島吉で今朝から忙しくてろくにお線香もあげなかったのでこう弁解らしく続けるのでしたおかみさんは私は。 一足も部屋の外へは出られません朝からの疲れでひどく気分が重く頭痛や吐き気もしてきましたので床の中で目をつぶっておりました少しはうとうとしたようでおみの親へは海外宿独自の死体の始末を手伝いながらこう顔を上げました恐ろしい努力に生も根も突き果てた痛々しい姿です隣の難度で 物音ぐらいははしたはずだと思うが、い,いえ何にも気が付きませんおみの親へはまた激しい頭痛の発作を起こしたらしく冷や汗に濡れた額を手の甲でそっとたたくのです何度は一方口で厳重に板戸を閉めてありますがここは店の方と違って近年の建て増らしく木口も新しく建て付けもしっかりして板戸は手に従って 滑らかに開度の,の一方は厳重な格子で一本一本調べたところでは釘もしっかりと効いておりここからは猫の子も潜り込めませんすると残るところは庭口から縁側へ上がって南度に入るほかはないわけですがこの道を通るためには仏様の前にいる親類の御がたか南度を隔てて反対側に休んでいる女将の 親への目にに触れなないいわけにはいか,なかったのですもっともお上の部屋は障子が閉めてあるのですからお上の眠っている時をつかめば話が別になります親分八五郎が用事ありげに入ってきました何か用事があるのかいのたえちょっとお顔おめえの顔で裁きのつかねえことでもあるというのか平治は 八五郎の誘うままに人ごみを抜けてお勝手の方に行きました下女のお梅がそっと親分の耳に入れておきていえことがあるんですって八五郎の指さした方を見るとお梅はお勝手の外戸袋の影に隠れて平時に目配せをするのです三十を越した達者そうな女ですが少しは金棒を引くにしても正直者らしい醜さが 妙に人を信用させますどんなこっだ遠慮なく話してくれその通り二人も三人も殺されているんだそうですよ私は黙っていようと思いましたが殺され損になっては坊っちゃんがかわいそうですからお梅は一生懸命さのためか少し涙ぐんでおりますでどんなことを打ち明ける気になった坊っちゃんが。 そっと私に言ったことがあります一月ばかり前から夜中に時々ひどくうなされるんだそうです怖い夢を見て目が覚めると廊下の方に物音がして障子の穴から誰か覗いているんですって目だけでは見当がつかないが目の上に青々とした眉のあるのが見えるそうですお梅の言葉はあまりにも重大でした眉の反り跡の青々しているのはこの 茶屋の家族中には若くて美しいママ母の親へのほかにはありません「その部屋には明かりがついていたのか?」平次は問い返しました「十死にもなっている坊ちゃんはそりゃ怖がりで自分の寝部屋には日本刀身の有明をつけさしておきました誰も坊ちゃんと同じ部屋に寝てくれるものなんかありません時には私の部屋に潜り込もうとしましたけれど私はこれでも 女なんですものお梅はそう言ってさすがに言い過ぎに気がついたものかセピア色の方を真っ赤に燃やすのです廊下の障子の穴はどうしたあくる日すぐ貼ってあげましたでも23日経つとまた違ったところを破られてるんですもの何にもなりやしませんどこだ坊ちゃんの部屋はチェットミス作れこっちでございますお梅が案内したのは ってから3つ先の薄暗い四畳半でそういえばなるほど廊下に面した二枚障子がところどころ新しく切り張りされておりますのぞくにしちゃ少し高すぎるのもあるようだなおめえが立ってのぞくような格好をしてみつくれえ<っ>障子の破れは上から3つ目の子まで横太りのお梅では妻立ちでもしなければ届きませんそんなことでよかろう ところでついでに聞いておきてえが殺された坊ちゃんの特次とおかみさんの仲はどうだった平時の問いは至極当然でしたおかみさんはよくしていましたが坊ちゃんの方は少し怖がっていたようです音はそんなことがなかったのですが毎晩障子の穴から青い眉にのぞかれるようになってからひどく怯えておかみさんの顔を見ると逃げ回っておりましたおかみさんもそれに気がついて この子はまあどうしたことだろうとひどく気にしていましたがお梅の言葉には何の悪意もなさそうですが取りようによってはそれは重大な告発にもなるのです坊っちゃんと一番仲の良かったのは平時は問いを変えます私でしょうか手代の久しどんでしょうか久しどんがどっかへ行くときっとついていきました道具を出しに蔵へ行くとそこへも一緒に行くといった具合に。 島吉,とは島吉丼とはよくも悪くもなかったようですあの人は愛想はいいのですけれども眠り薬。 八こいつは出直しだよ俺の見当はまるっきり違っていた下女のお船から引き出すだけの言葉を引き出すと平次はこんなことを言うのでしたへえ親分でも見当の違うことがあるんですか八五郎は平次の名札を神業のように思っているのですどうせ人間の知恵だ後で考えるといちいち間違えだらけだよ平治は謙虚な眉を垂れて 何やらじっと考え込んでおります。それにしちゃよく下手人をあげるじゃありませんか今まであっしは親分が無実の門を縛ったなんて話を聞いたこともねえだから俺はめったに人を縛らねえようにしているんだよもっともこっちは見当を間違えてまごまごしていても大概下手人の方で焦り出して余計な細工をしちゃ自分の方から網ん中へ落ち込んでくるのさそれが 平治の取り物哲学だったのですめったに人を縛らぬ平治しくじり平治とあだ名を取ったのもこういった謙虚な心から来る平治のたしなみの現れだったのでしょうところで親分はどんな見当を立てていたんです間違いだらけの見当なんか話してもしようがあるねおめえはどう思う若主人の慎太郎と弟の徳次を殺したのはどうせ同じ人間の仕業だろうと思うが 発信の剣刀ですかえ <laughs> <laughs> 八五郎は鼻の下を長くしてにやりにやりとするのです。何がおかしいんだいいきなりにやりにやりしやがって。銭形の親分に知恵を貸すなんざ、大したもんじゃありませんか。ヤフにもこうじゃと言うよ。おめえの考えだって何かの役に立つだろう。へえ、ヤフですかえ。不足らしい顔をせずに、ヤフらしいところを話してみな。へ ありがてえ幸せでまずあっしの健闘じゃやはりあの綺麗なおかみさんが一番怪しいね自分がママ子二人まで殺しておいてあんなしべをやらかしたんじゃありませんか自分が慎太郎を殺しておいて誰も見ていたものもねえのに気がついたら死名のそばに転がっていたと言いふらして歩いていたというのかまあそんなところで少し変だな 死刑のそばに転がっていたと気がついたら黙って自分の部屋へ帰って口を拭っているのが人情じゃねえかそこがそれ裏の裏を考えた手であの女将がそんな裏まで考えて恐ろしく手数のかかったことをするかどうかだすると女将が死刑のそばで寝ていたのはどういうことになるでしょうそんなによく聞く眠るむしりはねえだろうか八平次は 大変なことを考えていたのです眠り薬もしそんなものがあって親へを泥人形のごとく熟睡させたとすれば死骸のそばへ持ってきてそっと置くということは決して不可能ではありませんが江戸時代の初期の姿勢にそんなものがあろうとは想像も許されないことですそんな重宝なものはありませんよ。もっともうんと疲れた後で二三声やれやこっくりこっくりときますがね 南蛮や天竺には眠り薬もあるかもしれねえがそんなものがめったに手に入るわけもねえしあれに減ったとしてもママ母の親に眠り薬を飲ませて死骸のそばへ持ってくるなんて手数なことをするよりももっと効きのいい証拠をこさえて動きの取れねえようにする手もあるじゃねえか平次は深々と考えながら自分に言い聞かせるようにこうつぶやくのでしたそれじゃあ おさんの部屋から湯飲みのなくなったのはどうしたわけでしょう水差しと並んでお盆の上に湯飲みを置いた跡がはっきりついていたようでしたがその湯飲みに眠り薬が残っていたとでもいうのかそうでも思わなきゃ変じゃありませんか八五郎もなかなか急所をつくようになりましたおめえもいいところへ目がつくようになったね <laughs> それほどでもありませんがねうぬぼれじゃあいげねえ 一応そう考えるのももっともだがもし下人が女将に眠り薬を飲ませたとしてその湯飲みに残った薬を隠す気だったらお盆ごとを買って下げてきれいに始末しているよへええ湯飲みだけ始末したかったら女将が飛び出した後で湯飲みを洗って元へ戻しておきさえすりゃいいんだ水差しをそのままにしておいて湯飲みだけ隠して八五郎に疑われるのはバカバカしいじゃねえか 湯飲みだけ洗っておく暇がなかったらいや、暇はあったはずだ。お上が抜け出してから、新太郎の茂骸を見つけるまでには、少し間があったし、茂骸を見つけてからでも、俺たちが来るまでには、湯飲みなんか二三十潮磨きする暇はあったはずだ。すると、湯飲みはどこ行ったんでしょうそれが上がりゃ面倒はねえよ。後で下女にでも聞いてみるがいい。ともかく、 湯呑みの亡くなったのは下死人のせいじゃねえよ。眠り薬のことも一応考えてみてもいいが、そんな都合のいい薬が日本中にあるとは思えねえ。するとあんまり先を急ぐな。物を一足飛びに考えるのは危ねえこった。それよりもう一度振り出しに戻って、特需の死骸から手繰り始めてみよう。平次は静かに元の難度の方に歩みを移したのです。こんな難しい事件は、 おそらく平治はもう一度スタートに帰るつもりで混乱と不安の渦巻く中を元の難度に戻りました「八その首筋の泡を溶いた後をよーく見つくれ」。平治は特次の死骸を膝から足の裏手の甲爪の中までも調べさらに着物についている生地めりの泥をかき落としながらこう言うのです。 そういや、親分。荒縄の跡に隠れているが、よく見ると、その下に細い真出し物跡がありますよ。その真出し物跡を紙へ移しておくんだ。おめえは少しは絵心があるだろう。じゃあなんで。絵がからや浮気がからなんて悪い料件は持ち合わせがありませんや。しようのねえ野郎だ。絵の方は俺が敷き受けるから、おめえは懐紙の上へ丁寧にこの しの膝にいいている泥を落としてくれ平次は文句を言いながらも番頭に硯箱を持ってこさして紙の上にさらさらと死骸の首筋に記された真田ひもの寸法とひもの模様を写し取りました「こんなことでいいでしょうか親分」。よかろうその泥がどこでついたか。 庭舌回りしてくるがいい今頃青ゴの生えている場所はめったにあるめ、ね、えっ八五郎が外へ出て行くのを見送って平次は隣の部屋おみの親への部屋に入って行きました気分はどうっすよ赤荻さんあ銭形の親分さんまためまいがして仏様の始末をすると我慢にも起きていられなくなりましたそのままで構わねえ 少し打ち明けてもらいたいことがあるんだが平次は床のそばにいざり寄りましたいいえもう大丈夫でございますちょうど私も申し上げたいと思っておりましたどうせ隠して住むことじゃございません親へは床の上に置き直って慎み深く前妻をかき合わせ瓶のほつれを撫で上げるのでしたケと言ってもまだ二十八の若ざかり腕を高々と上げると 赤い袖口から漏れるしなやかな二本の腕の線の見事さととろりとした真珠色の行使がその下に半分隠れた青い眉と反映してその悩ましさは言いようもありませんおびただしい罪と厄介な葛藤がこの美しい御家の魅力に源を発してはいないだろうか平治はふとそんなことなど考えてみるのでした そりゃいい安兵だおめさんが何もかも打ち上げてくれさえそれは物事は一んにラジが開くかもしれねえ私もいろいろなことを申し上げずにいるとなんとなく重荷を背負っているようで悩ましく居住まいを治すこの美しい年間の前に銭形の兵士も期待に燃えてつい立て膝になるのです無勇病2人の話が 妙に重大発展を暗示すると、親への解放をしていたママ娘のお園は、平治に黙礼したまま静かに座を立ちました。あら、とんだりごな娘のようだな。平治はその後ろ姿を見送って、独り言ともなくこう言うのでした。いい娘ですよ。親分さん、私とは年が経ったとしか違わないけれども、おっかさんと大事にしてくれます。 親への言葉はしみじみとして何の誇張もありませんあれが本当に手代の島吉と一緒になる気かな本人はあまり気が進まないようですが島吉の方が一生懸命でそうらしいなところで女将さん、うん、死んだ若主人の慎太郎のことなんだがそう言われただけで親へはさっと唇の色を失いました 覚悟したことではあるにしてもこの名が親へにとって不思議な呪いを持っていそうです他でもねえがこの夏おめえさんの連れ子の大吉が神田明神のお宮の晩に死んだ時の話だが後で調べたこったがあの死にようにいろいろ腑に落ちねえことがあるそれはおめえさんも知っていなさるだろうなはい親へは深々と首を垂れました襟足がよく伸びて ほのかにかすんだ生え際など不思議な美しさですその時のことを詳しく聞きたいてんだが私からは何にも申し上げることはございませんただ私はあの時新太郎さんが幸吉を連れ出してくれなかったらと口のようですが今でもそれが残念でなりませんかわいそうにたった5つであの高いところから突き落とされて突き落とされていえ 落ちて死んだのでございましょう。でもあの子は臆病で一人で暗い崖の上なんか行くはずはないと思いますが親への口調には覆うことのできない恐ろしい疑いと母らしい口がこびりついているのでした「その慎太郎をおかみさんはどう思っていなすったか本当のところを話してもらえねえだろうか慎太郎と仲が悪かったというが」 一生懸命務めたつもりですが前世とやらで敵同士だったのかも分かりませんそれにあの人は本当のことを申し上げると亡くなった私の夫の本当の子ではなく父親にとっても義理のある間柄でございましたえそれじゃあこの話には平次も驚きました妹のお園が放落な兄の慎太郎よりも 美しいママ母の親へに親しみを持った秘密もこれでようやく分かったのです亡くなった新三郎は始終をこすまで連れ合いとの間に子がなかったので紐物町の本家の二番目のせがれをもらって育てたのが新太郎でございますその後まもなくお園が生まれそれからまた四年たって徳次という男の子が生まれましたが 義理がたい夫は本家の子の慎太郎にこの家督を譲る気でお園は島吉に目合わせてのれんを分け徳次もよそへ歩きで話を進めておりました「私の連れ子の幸吉などは茶屋の信代とは何の関わりもあるはずはございません」親への説明はようやくこの難しい事件の解決に一つの鍵を与えてくれそうですが平次にとっては まだわからないことが、山ほどあるような気がします。その連れ子の幸吉を、慎太郎は邪魔にするはずはねえと思うが。あの人は、鬼のような心持ちの人でございました。 あの人は水商売をしていた私の元との実の上を知って、私の連れ子の好吉を稼にひっきりなしに私を脅かしていたのでございます。脅かし親へは黙ってうなずきました。この優れて美しい御家は、かつて柳橋で一代の共鳴を謳われ、後に亡くなった茶屋新三郎の器量好みで、 30以上も年の違うのを無理に迎えられたことなど平次は恥なくも思い出したのです6つ年上のママ母といっても養父の死んでしまった後では血のつながりがない慎太郎にとって親へはいわば赤の他人でありかつて柳橋で鳴らした名義の眉を落とした妖艶無比な姿にしか映らなかったのでしょう。 この上おかみさんをいじめるのも気の毒だがたった一つ聞いておきてえことがあるええもうどんなことでも申し上げます親へは膝に手を置いて首の座に直った姿で平治の問いを待ちました他でもねおかみさんは夜中に起き出してふらふらと歩く癖はなかったかなお医者の方じゃ無遊病とか言うそうだが平次はここまでたどり着いたのです親へに 無遊病の癖があって自分で意識せずに床を抜け出して慎太郎の部屋に忍び込み夢心地に慎太郎を刺し殺したのではあるまいかという疑いが必然的に生まれてきたのです。恥ずかかしいことですが私は子供の時から 夢心地で夜中に床を抜け出すす癖がありまひどく疲れた時や物事を心配してよく寝つけなかった時などふらふらと抜け出してみんなに心配させることがございましたこの美女にしてこの癖平次も少し予想外でしたが親への態度は言い切ってしまった心安さになだめられてむしろ淡々たるものがあったのです。するとユンブも平は 膝を進めました「私はそれが心配でございました」「今朝薄暗い中でふと目を覚ますと私は死骸のそばに寝巻きのままで寝ていたのです」「私は夢中で何度から脇差しを持ち出して慎太郎さんを刺したのかもしれない」「そう思うと矢も盾もたまらず自首をするつもりで親分のうちへ駆けつけました」「私は」 あの場で縄を打たれて引き立てられることばかりと思い込んでおりましたが親分は私の言った夢のような話を素直に聞いてくだすって縛りもどうもしなかったのでございますおみは静かではあるが少し劇場に煽られるようにこう話し続けるのですあの時のおみさんの様子は突き詰めちゃいたがそらそらしいところは少しもなかったそれに おさんの腕から腰の下までついたちは渋いたちではなくてぬったちだ人を殺して血を浴びた様子は少しもなかった平次は静かに受けてなおもその先を促すように親への顔を見ましたこんな場合にも少しの取り乱した様子もなく観念しきった落ち着いた姿ですでも一人になってつくづく考えると私は 免れよよううはないいに思いました私は前から幸吉が死んでからいえ夫が死んでから間もなく慎太郎さんの本心を見抜いて心の底から憎み続けておりました私は自分では気がつかずに夢うつつに慎太郎さんを殺したかもしれない私は死ぬより他にはないと思いました ふらふらと両国橋の方へ歩いていったのはそのためでございます。私は本当に人殺しをしたのでしょうか。綾文さんあたは未練がましく逃げもかくれもいたしません。幸吉が死んでしまった今となってはこの世に生きている張り合いもない私ですもの。それは自分に言い聞かせるような静かな静かな告白でしたが真実さが顔にも声にもあふれて。 潤んだ目には何の恐怖も駆け引きもありませんたった一つ聞きましょうおかみさん平治はそれを迎えて問い返しましたどんなことでも親分さん若主人殺しの下手人はしばらく預かってつい今しがた、特次を殺したのは誰でしょう私は何にも存じませんおかみさんは日頃特次をどう思っていなすったヘイジは もう一歩突っ込みます。私は徳樹を自分の子のように可愛がっておりましたおそのに聞いてください親への調子には少しの動揺もありませんもう一つ若主人の慎太郎は何か大事なものを身につけちゃいなかったろうかさあ見当だけでもいいんだが何が入っているか分かりませんが守り袋を大事そうに持っていましたそら がいにははなかったはずだが平次もここまで来ると何か大きな手がかりに旗と直面したように思いました「親へをこれ以上責めたところで何の売るところもないと見たか平次はそこを見切って縁側へ顔を出しました」と少し慌てたようにきびすぼ返したのは今までそこで立ち聞きしていたらしい娘お園の後ろ姿でした。 平次はそれも見ないふりをして庭下駄を突っかけて出ると「おやぶんいろいろなことがわかりましたよ」と袋の影から長い顎を出したのはらっちの八五郎です何がわかったんだでいじにあの独自の着物についていた青苔まじりの泥はおかみの部屋の北側プラのひさしの影になって年中血の当たらねえ場所です で徳寺が蔵から出てふらふらっとあの辺りができたとき物陰から飛び出して締め殺せるのは女将でなきゃ女将とグルになったやつの仕事じゃありませんかそれから母御毛の生えた土はめちゃめちゃに踏み荒らされていますが徳寺の足跡らしい裸足の他には親分が生えているその庭下の恐ろしく広い刃の跡があるだけで 下手人はこの縁側から出て特次を殺し死骸をここから引きずり上げて何度に隠したことになるまんすよそんなことだろうなそればかりじゃありませんよ親分八五郎はまだその上に結構な手役を持っていそうです早く申し上げなよ気取ってなし崩しに出したって褒美は出ねえ平次は相変わらずの調子で後を促しました裏木戸へ出てみると ツミの師匠のおこはその辺をふらふら泳ぎながらこのうちの様子を見ているじゃありませんか八五郎は少しばかり矢に下がりますただ陣を敷いていたのが俺は女郎雲のような女だその女郎雲の巣にかかっていましたがねあの女は面白いことを言いましたよおめえも流し鉢の前にくわえ込まれだろうどこに一本突っ込んでそのたおりですよ え、さっき銭形の親分にお目にかかったが、大事なことを言い落としたから、ぜひ取り継いでくれと言うんで、面白そうだな。どんなことを言い落としたと言うんだ茶屋の御家の親へは、不思議な病があると言うんで、殺された若主人の慎太郎に聞いたそうです。あの、綺麗なお苗が夜中に床を抜け出してふらふらと歩き回るんだそうで、こいつは、 南蛮秘宝の眠り薬より効きが良さそうじゃありませんか本人は寝ぼけながら人ごろへ殺すかもわからねえ。八五郎は独特として報告するのです。夢を見ながらふらふらっと床を抜け出して普段仲の良くねえママ子の慎太郎を殺さねえものでもありません。死刑のそばに血だらけになって寝ていたというのは何よりの証拠じゃありませんか ええ、親分。なんだってあの女将をあげねえんで下手人はあの女に決まってるじゃありませんか八五郎はすっかり興奮して、生きりたってさえいるのです。その話は俺も聞いたよ。へえ、どこで聞いたんですよ、親分。本人。あの女将の口から聞いたよ。へえ、本人の身になるや言いにくいことだろうが。平次は相変わらず静かでした。じゃあ、白状したも同じじゃありませんか何を ママ子の慎太郎殺しを。八五郎は少し噛みつきそうです。待ちなよ八。おめえは先を急ぎすぎるよ。お上に無勇病の癖があると聞くと、すぐ下手人にするのは無理じゃねえが、おめえも見て知っている通り、お上の胸から腰へついた血は、渋いた血じゃなくて、塗りつけた血だよ。それから、無勇病でフラフラになっている人間が、 万に一つ人を殺すことがあるとしてもその死骸の肌を探って守り袋を取った上死骸の根巻きを左前に合わせて丁寧に帯まで締めさせるだろうか八五郎はすっかり参ってしまいましたがそれでもなお負け惜しみらしく目を光らせるのですまだおめえは不足らしい顔をしているが死骸の根巻きの襟を左前に合わせたのは男のしたことだよ いつかだいぶ名にもこんなことがあったが、女は子供の時から人形遊びをして人形の着物を着せつけているし、母親になる自分の子の着物の前を合わせつけているから、どんなに取り添いでも死骸の着物の襟をしだり前に合わせるようなはずはねえと思うんだ。へえなるほどね。八五郎はとうとう、平一の。 明子の前におじぎぼするほかはなかったのですこの敗北はいつものことですが自分が負けるという屈辱感よりは親分の優越と明智に一種の誇りと満足を感じていい心持ちになる八五郎だったのです俺が最初からお上を下手人にしねえわけが分かるだろう下手人は男だこの蔵とお上の部屋の間で 根も上げさせずに重視になる男の子を殺せる男が兄の慎太郎も殺したんだよ。その下手人を見つけたかったら、特時の手芸の首に巻いた真田紐と、慎太郎の守り袋と、夜中に家のん中を自由時代に歩き回る猫のような身軽な奴を探し出すがいい。あったか、八こう言われると八五郎は一言もありません。及ばぬ恋。 金六と春路と周吉が消えてきましたよ、やぶ八五郎は、庭口から顔を出しました。それは、諸種の情報を集めるために、朝の口に八方へ飛ばした平次の子分の下っ引きです。ここへ呼んでくれ。いや、物騒な面をしたのが五六人も固まっちゃううちの門へ気の毒だ。俺が向こうへ行って会ってみよう。裏の方へ一人ずつ呼び込んでくれ。そう言った平次です。庭下駄のまま、 その辺の足跡などを調べながら裏口へたどり着くとそこには花曲がりの権六がくしゃみの出そうな顔をして平次を待っておりました「親分明神様の境内からあの晩のことを知っている長年の者を探し回りましたが思いのほか手数がかかりました」「ご苦労ご苦労」で「でどんなことが分かった?で」「栄一」 あの明神様の読み屋の晩、このうちの若主人の新太郎は、本当は酔っ払うほどは飲んじゃいなかったそうです。ーん。それに新太郎が茶店へ来た時は、たった一人で子供の連れなんかなかったと言いますよ。茶店で一杯飲み始めると、間もなく急にそわそわし始めて、子供が見えなくなったと言い出したんだそうで。<laughs> よしよし。大方そんなことだろうと思ったよ。もう一つ変なことがあるんですが。 なんだい、こいつは親分の言いつけたこととは関わりねえかもしれませんが幸吉が崖から落ちて死んで間もなくあっしと同じことをあの辺中聞いて歩いた女があるそうですようーんそいつはどんな女だ聞かなかったか平次は急に興味を呼び覚まされたらしく日頃にもない咳き込んだ調子になりました眉を落とした後のあを落とした すげえほどいい年間だったそうで平次は黙り込んでしまいました幸吉の死に際のことを念入りに聞いて歩いた女眉の後の青々とした美しい女は言うまでもなく親への母性愛に取りのぼせた姿だったでしょう権六が帰ると入れ違いに来たのはいい男の春次という若い下っ引きでした どうだ、るじしおめえは医者と役者を回ったはずだなえっ医者をコロッケン安保の長崎医者から五天院まで歩きましたがオランダの本学には死んだ者の,のように眠らせる薬もあるということですが日本にはそんな効きのいい眠り薬はねえということで眠り薬人間を俵のように持ち運びのできるほどよく眠らせる薬はこれでまずないものとみて差し支えはないわけです どんぐりの収録は頭の尖った顎の張った馬力の強そうな男でした親近所の噂をできるだけかき集めてみましたが死んだ若主人の慎太郎はめちゃめちゃの不人気ですねお上の親よ平治はお上の親へに一番興味を感じている様子ですあら不思議ですよ肥量好みでもらった破棄後添いなどは どこへ行っても評判の悪いに決まったもんですがあの女将は水商兵上がりのくせに悪口を言うものは一人もありませんよよっぽどよくできた人間でなきゃ日本一の食わすもんですね子供たちはあの娘のお園はいい評判ですよ素直でママ母と仲がいいくらいですから誰にでも可愛がられますよ弟の特次はまだ子供で奉公人たちの噂 万党はあんな不景気な親父のくせにケチで傲慢でよく言うものはありません。島吉は女才がなくって愛嬌もんで人気もんですね。ひさじはあれが面白えんで。一人で笑っちゃいけねえ。あの、ぶっきらぼうで無口な野郎が女に夢中だと聞いたら親分になって驚くでしょう。相手は誰だそれが底辺なんで。渡たの師匠のおこんだろう。それが大違い。 銭形平次の見当もこの時ほど見事に外れたことはありません。界隈の女の子を人当たり見渡して、おたまものの三重男が夢中になる。相手は売れすぎたような。美女、またみのお権の他にはないと思ったのは大笑いでした。誰だいこいつは銭形の親分でも分かりませんよ。東大元暮らしだ。恐ろしく難しく出会がったね。 おの親へですよ主人にはげえねえがあのきれいさで28だおまけに2年越しのゴケと来ているんで毎日顔を見ている久路がポーッとなるのも無理はねえじゃありませんかうんそいつは気がつかなかったこの道ばかりは平時の慶願をもってしても見通しがつかなかったのです久路さんは正直者だから 見ていてもいじらしいようだがあの部男じゃおかみさんも相手にはなるねえと近所の衆の噂ですよこんなことは近所の人の方が思いのほかいろんなことを知っているもんっすね例えば片思いが高じて近頃の久地は少し変になったんじゃあるねえかということですよおかみの後ろ姿をじっと見つめていたりおかみの使い捨てた花髪を拾ったり抜け毛まで集めたり 草履を懐入れて抱きしめたり周吉の話は思いもよらぬ発展ですまるで吉兵の沙汰じゃねえか江戸開封以来の名御用聞きと言われた銭形平次にも及ばぬ恋に焦がれて盲目的になった中年男の情熱だけは見当もつかなかったのでしょうへっ <laughs> それが人情ですよ、やぶん。足なんかもう若え自分には、保護子のしょんべんくせえ女から来た、石器の無心の手紙を、お守りほどありがたく心得て、腹巻きの中へ三年越し入れていたことがありますよ。最も三年目には肝心の女は、年が明けてどこかの小白ち打ちのところへ転げ込んだそうですがね。中年者の周吉は、どんぐりのような頭を振りながら、 一とかど心得たことを言うのでしたそれでおかはどう思っているんだ兵士は話を本題に引き戻しますおかは困っているようですよこれは下女の大梅に聞いたことですがひさじがおかの下着をそっと自分の部屋へ持ち込んだときは吐き出しそうにしていたそうですいい心持ちはしなかったでしょうね そうかと言って若主人がいるのに若え御家が番頭や手代を追い出すわけにもいかず考えてみると他のことと違ってかわいそうでもあるのでそのまま我慢をしていた様子ですご苦労ご苦労それでいろいろなことがわかったよ平時に褒められると周吉はどんぐり頭をなでながらいい心持ちそうに店の方へ帰って行きます周吉の報告から 平はいいろろの暗示をつかんだらしく、すっかり生き生きとした様子に帰えって元の庭口からうちの中に入っていきました「親分とうとう見つけましたよ」「少し有頂天になって飛んできたのは八五郎でした何をめっけたんだ八真田しもですよ」「特次の首を絞めた真田しもが見つかったんで」「誰のだ」「少し太めで 編み方が違っているからマジっこありません。久じの前掛けのひもですよこの通り八五郎はくるくると巻いて持っていた前掛けをパラリと広げてみせました頑固な感じのする紬の前掛けでひもも恐ろしく丈夫そうな鉄色の真田ひもがついておりますそんなこったろうと思ったよそいつはどっから見っけだ久じのお部屋の押し入れの中に突っ込んでありましたが あの野郎あげてしまいでしょうか待て待てそれよりそこに赤い模様の伊万里焼の湯飲みがなかったがあの盆の上から亡くなった女将の湯飲みですねそういえば押し入れの中にあったようですが行ってみよう平次は八五郎を追い立てる予防に手代の久地の部屋に引っ返しました守り袋久地の押し入れの中には 果たして伊万里焼の赤い湯飲みがありましたあの野郎塚親分八五郎の張り切り用というものは何が平次は静かに問い返しました分かりきっているくせに少しからかっている様子です下手人はやはりあの野郎でしょ慌てるなよ八俺はまだ下手人は誰だとも言っちゃいねえよ久地は女将の留守にその湯飲みをそっと持ってきただけのことさ あの男は女将の下着まで自分の部屋へ持ち込んだことがあるそうだよ。とんだ浮世制限さ。へっ、嫌な野郎ですね。おめえも義理で書いた女の手紙を内懐で温めている口じゃねえかあんまり威勢のいいこと言わねえ方が無事だよ。冗談で、足の懐で温められているのは死んだお袋のくれたお守りと七札ばかりで。七札なんざ自慢になるね。 ところで、久治はどこにいる番頭や島吉と一緒に店で仕事をしてますよ。二人の様子に変わったことはなかったのか久治はビクビクしているようですが、島吉はケロリとして冗談なんか言ってますぜ。二人は夕べ確かに逃げから降りなかったんだな。降りたかもしれませんが、二人ともお互いに気がつかなかった様子。もっとも誰か雇用に起きるたびに、あの箱橋具が鳴るんで、 2階に残っている者は必ず目を覚ますそうで「四部は確かに誰も目を覚まなかったんだな」「あの通りはゲー盛りですから雇用にも起きずにぐっすり眠ったようです」「八五郎はいくたびこの箱はしごを登ったり下りたりしたことでしょう」が「が足音を忍ばせたつもりでも体を浮かしたつもりでもはしごは町内に響き渡るような小意地の悪い おもう一度探してえものがあるおめえも手伝ってくれなんす親分殺された若主人の守り袋だよ平地はもう一度久地と島吉の部屋へ引っ返しそうにするのでしたこれじゃありませんか親分八五郎が思い出したように海中から出したのは海域で 厳重に縫い合わせた肌守りで細い茶色の絹の紐がついておりますどこで見っけたんだ風呂の鉄砲の中焚き付けに突っ込んであったのを下女のお梅が見つけてそっと足に渡してくれましたよついさっきでしたがねそういううちに平治の手は念入りに縫った合わせ目をほぐして中の品物を引き出そうとしておりますなんでしょうその中にあるのは八五郎は うさんな花を近々と守り袋のそばへ持ってきます縫い目が細かい上に回帰は上質で平治の手でも容易にはほどけません殺された若主人の慎太郎が持っていたんだよそれは分かりますが死骸の着物が左前になっていたろうくせんは慎太郎を殺してこの守り袋を奪ったんだよそういや少し血がついてるようですね八五郎は 守り袋の紐の色の変わったところを指摘しました「奪っちゃ見たもんの血のついた守り袋なんか人殺しをするほどの悪党でもあんまり君のいいもんじゃあるねえそうかと言って外へ持ち出して捨てる檻もねえから焚き付けと一緒に鉄砲風呂の中へ突っ込んでおいたんだろうよなるほどねえその墨が破れた様子よ破っても構わねえだろう肝心なことは この守り袋をめっけたことを下手人に感づかせたくねえことだ平次はそう言いながら中の紙切れを取り出しました。 お守りががつつと書いたもんが2つそれは希少ですか親分書いたもんを見るとみんな希少だと思ってやがるこれは先代の茶屋新三郎の吐き置きだよへえ文句は思っていた通りだ私が死んだ後は茶屋の寝台ざっと一万両は手がれの徳寺に譲る徳寺が二十歳になるまで 新太郎を後見とし徳次が成人して茶屋新三郎の名跡を継いだ後は兄の慎太郎に新代のうち3,000両を分けて別にうちを持たせると書いてあるすると慎太郎はこのうちの跡取りじゃなかったんですねだから慎太郎はこの書き置きを隠して自分の守り袋へ入れておいたんだ焼くか破るかしそうなもんじゃありませんか何だって自分のためにならねえものをあっためておいたんでしょう それにも訳があることだろう多分この書き置きのあることを大勢の者が知っているので焼くとうるせえことになりそうだと思ったんだろう隠しておく分にはいつでもようやく見つかりましたと持ち出せるじゃねえかなるほどねところでもう一名の気性はいちいち気性に見えるからやる気でねえなこれは慎太郎のへそのお書きさ慎太郎は先代のチェアブ三郎の 本当の子でねえという証拠ころで恥、この守り袋を元の鉄砲風呂の焚きつけの中に消して下女のお梅に見張りを頼んでおいてくれそっとだよそして今夜は風呂は立てねえと店中ゅの者に知らせるようにするんだ平次の攻め手は次第に組織だって細かく獲物の身辺へ絞って行きます最後の証拠。親分には。 もう下死人はかかってるんんじゃありませんか長い間一緒に仕事をした八五郎の勘には何かしらピンとくるものがありました。いやまだ分からねえよ。確かな証拠をつかむまでは勝手に下手人の見当はつけねえ方がいい。一度誰かを下手人と思い込むと不思議なものでその人の悪い証拠ばかり目につくもんだ。それは平時の哲学でもありそして心構えでもありました。 ああとはどんな証拠がありゃい,いんで。2階から音を立てずに降りる工夫はねえか俺はそれを考えてるんだもう一度言ってみましょうようん見るに越したことはねえな平いと八五郎はもう一度箱橋ごの下に立ちましたこいつはうぐいすばりじゃなくってアヒルばりだ忍術使いだってそっと降りる工夫はありませんよ23度登ったり降りたりしてみたあげく 八五郎はとうとうさじを投げてしまいました「二階の格子を外して屋根伝いに外へ出て裏口から忍び込む工夫はあるめえか」「平次はそんなことを考えているのです」「ひさじと島吉とグルンなりゃできねえこともねえでしょうが二階の格子を外すのはこのはしごを下りるより大きな音がしますよ」「八五郎はさじと島吉の寝部屋の格子を 引いたり叩いたり四つに組んでしばらく揉み抜いておりますいや二人は犬と猿だ喧嘩はしねえだろうが目当てが違っているし気風も水と油だ一緒に悪事を企むはずはねえ久じはバカで主人の苔に夢中だが島吉は利口門で目先が見えるから主人の娘を手に入れようとして一生懸命だするとあのハゲ頭の番頭はおや 8この手すりに傷があるじゃねえか。平次は2回ごの上に回した3尺の丈夫な手すりすすと赤とで漆を塗ったように光るのをわずかな光線に透かして上から横から縦から溜めつすがめつしております傷というほどじゃありませんが丈夫な綱かなんかですりむいたようになっていますね。 どっかにその丈夫な綱があるだろう。探してくれ。下じゃねえ。二階だ。押し入れかもしれねえ。平時に言われるまでもなく、八五郎は久地島吉の寝部屋に飛び込むと、押し入れに首を突っ込んで探しております。ありましたよ、親分。この通り。ズルズルと引き出したのは、丈夫な荷造りの浅縄で、所々に、 結びの玉までついているではありませんかそれを手すりにかけて箱ばしの銅を足がからにして降りてみるがいいたぶん小鳥とも音がしないだろう平次はようやく一番大きい鍵を見出したのですこの通りはしごを踏まずに登るよりができると下死人は三人のうちの一人に決まっているじゃありませんか誰です親分はて待てまだ揃わねえもんがある二三度手すりの綱を伝わって ら楽らと降りたり登ったりした八五郎は勢い込んで平時に迫りましたたった一言の命令でいやほんの指一本動かしただけで八五郎は下手人に猟犬のように飛びつくことでしょう何が取りにっす親分小さいもんだごく小さいもんだここから特次の部屋へ行く間にそんな小さいものを安心して隠せる場所はねえか 小せいもんって言うと、畳の間、引き出しの底。いや、そんな厄介な場所じゃねえ。すぐ取り出せる場所だ。トウロのロ中、壁の悪目いや、違う。そんな汚えところじゃねえ。埃のつかねえところ。すぐ取り出してすぐ隠せる場所。他にありませんよ、やぶん。八五郎のいい目も、こうなると何の役にも立ちません。わかったよ、八。障子の三の裏を、 下から覗いてみつくれこっから徳寺の部屋へ行く途中だ多分何かで手軽に泊めてあるだろうと思うが平次と八五郎は二階から降りて中の間を通ってお勝手の前を下女のお梅の部屋の隣から徳寺の部屋の前まで障子の腰から上のあたりの山を念入りに覗いて歩きましたこれじゃありませんか親分。 おかっての,障子のさん、ちょうど大人の腰ほどのところの下に貼り付けてあった長さ二寸二三分の幻月型の青い紙反物の裏紙を切り抜いたらしいのを2枚見つけたのです紙は厚いがよくもんだ柔らかいもので裏にはべっとり無二がついてそれで障子のさんの横側に貼れるようになっているのでしたそれだよ蜂何でしょうこりゃ。 おめえの眉の上に貼ってみるがいい薄暮れところで障子の穴からその目が覗くと青い眉に見えるよもっともおめえじゃ色が黒すぎるがこれを眉の上に貼って特事を脅かしたんですねそうだよそしてママ母の親に罪をはぶせようとしたんだ誰ですそいつは八五郎はこの手の込んだ悪人ぶりにすっかり義憤をしてあてもないのに飛びつきそぼにしているのです て待てもう網にかかる頃だそこれ下女の大梅が来るだろう平次が指さしたおっ手の方から下女の大梅が突き詰めたような顔をして飛んでくるのです親分さんすみませんどんなことをしてしまいました下女の大梅は少し慌てております鉄砲風呂の中の守り袋を取られたというんだろう平次はぴたりとズボシをさしました そうなんですよほんの少しの油断でしたやっているつもりでもご飯の支度もしなきゃなりませんちょっと井戸端へ行って水を一手置け組んでいる間によしよしそれでいいんだよ心配することはね平治はそれを予期していた様子です本当にすみませんせっかく頼まれながらしおしおと帰ってハくお梅の後ろ姿を見ながら八おめえは店へ行って風呂の炊きつけの中から 大大事なものを盗まれたと大声でわめき立てるんだそれを盗んだやつは腕を鉄砲の中に入れたに違えねえから手にすすがうんとついているはずだとどなるがいいそんなことなら八五郎はすっかり夢中になって店の方へ飛んで行きましたそして内中に響き渡るような声でわめきたてるのを聞きながら平次はお勝手の障子の陰にじっと待機しております誰やら来た様子です 忍び足でお勝手の流しに近づき二の腕までまくり上げた手を洗い始めたのへ平次は静かに後ろから近づくと黙ってその肩に手をかけたのです下手人はあの愛嬌者の手代島吉だったのですお勝手中暴れまわった末平次の手に縛り上げられその場から送られて一見は日のあるうちに 落着してしまったのですお上の親へに尼子殺しの宴が集まるように仕組まれてあったのがあんまり細工すぎてかえって尻尾を出したんだよ島吉はお園と一緒になってあの茶屋の新庄を乗っ取るつもりだったが新太郎が一足先に新台を手に入れたんで新太郎を殺し続いて本当の跡取りの篤樹も殺したんだ悪いやつですね入る道々平時にせがんで八五郎は 相変わらず事件の真相をこう説明してもらったのです「親への連れ子の幸吉を死なせたのは新太郎のせいに違えねえ」「島吉はそれを知っていて親へに新太郎殺しの罪をかぶせることを思いついたんだろう」「徳次を殺したのも親へが疲れて眠ってる隙にあの北側の空き地に徳次を誘い込んでやったことで違いは 縁側から引きずり上げて南砥に放り込み自分は隣の部屋に滑り込んで親類の老人方の中で首相らしく線香なく上げていたんだあの時南砥の隣にいた若え男は島吉たった一人だと分かった時から俺はあの男が怪しいと思ったよ2二人はそう言いながらお静が晩飯の支度をしながら待っている平治のうちに向かったのです 野村子古も作「銭形平次鶏物の控え」より「青い眉。昭和24年地方新聞1950年「現代大衆文学全集第2」より「読み切り」。 ありがとうございます。